桜の木になろうは、日本の女性アイドルグループ、AKB48 の楽曲。楽曲は、秋元康により、作詞、横健介により作曲されている。2011年2月16日に、AKB48 のメジャー20作目のシングルとして、キングレコードから発売された。楽曲のセンターポジションは、前田敦子が務めた。 楽曲のシングル版は、タイプ A の初回限定版と通常版、タイプ B の初回限定版と通常版、サイト、キャラーにお通して発売された、劇場版の5種類がリリースされている。劇場版は CD のみの形態であり、それ以外の4種類は DVD が付属している。タイプ A よび B それぞれにおける、初回限定版と通常版は収録トラックが同一であり、 初回限定版のみ、全国握手会イベントパワーアドバイネサルテレビの参加券が封入されている。劇場版には、劇場版発売記念大握手会参加券及び、メンバー個別制、写真1枚が封入されている。タイプ A 及び B の DVD の特典映像には、桜の木になろうの選抜メンバーによるガチ私服ファッションショー映像が、 それぞれ別タイプで収録されている。シングルのカップリング曲では、アンダーガールズが結成され、全形態共通のカップリング曲、偶然の十字路を歌唱している。また、前々作、ビギナー、リリース時に行われた、アメーバピグのチームピグ指名戦にて1位になった、ミントによる、キスまで100マイルがタイプ A に、ボーカルチームとダンスユニットを組み合わせた、ユニット、 ディーバによるエリア系がタイプ B に、さらに前作、チャンスの順番に続き、チーム研究生による黄金センターが劇場版にそれぞれ収録されている。当初、ミント、ディーバどもに1 8ンスシングル時のみの単発ユニットと見られていたが、カップリングユニットとして継続されることとなった。ディーバはメンバーの希望によって復活した。初選抜はゼロで、 全然作、ビーギナーと同一の選抜メンバーとなった。キャッチコピーは、僕はいつまでもここにいる。楽曲のセンターポジションは前田が務めた。ジャケットは、ミスター・チルドレンの CD ジャケットを手掛けたこともある森本知恵が担当。楽曲は2011年2月18日に放送されたミュージックステーションで披露されている。 2013年2月6日に発売された、柏木ゆきのソロデビューシングル、ショートケーキには、柏木歌唱によるアコースティックバージョンが収録されており、同アレンジには、お塩幸太郎がギターで参加している。桜の木になろうのシングル CD は、発売前日の2011年2月15日付け、オリコンデイリーシングルチャートで推定売り上げ枚数約65万5000枚を記録。 自身の前々作、ビギナーが記録していた枚数を抜き、デイリーシングルチャートでの推定売上枚数公開以降の最高枚数を更新した。また、同じく推定売上枚数公開以降において、1日で60万枚以上を売り上げたのも本作が初となった。また、集計初日のみでビギナーを除く、自身の過去の全シングルの初動売り上げを上回った。 同チャートでは、集計2日目の2011年2月16日付で約10万1000枚を記録し、推定売上枚数の合計は75万枚を突破した。集計3日目の2011年2月17日付では約5万1000枚を記録し、3日で合計80万枚を突破した。 集計4日目の2011年2月18日付で5万3000枚を記録したことにより推定売上枚数の合計でビギナーの初動売上約82万7000枚を上回った2011年2月28日付オリコン週間シングルチャートで初登場1位を獲得1位獲得はリバーから7作連続となりこれは女性グループでは ピンクレディ以来約32年8ヶ月ぶり、史上2組目の記録。最終的な初動売り上げは、約94万2000枚に達した。これは、歴代初動記録6位で、女性アーティストとしては、宇多田ヒカルの、アディクテッドツーユーに続いて2位。初動売り上げ90万枚以上では同じく、アディクテッドツーユー以来約11年3ヶ月ぶり。 2000年以降の作品としては最高記録。また、ポニーテールとシュシュから5作連続で初動売り上げが50万枚を突破している。これも2000年以降の作品としては最高記録。2011年3月14日付、オリコン週間シングルチャートにて、自身のビギナーに続く史上244作目、AKB48 としては2作目のミリオンセラーを達成した。 発売3週目での達成であり、3週以内のミリオン達成は、女性グループとしては、史上初、男性グループを含めると、スマップ、世界に一つだけの花以来約8年ぶりの記録。また、ビギナーのミリオンセラー達成も、本作と同じ2011年内であり、同1年に2作品のミリオンセラーを達成したのは、桑田圭介以来約10年ぶり。なお、 累計出荷枚数は2011年3月4日、時点で115万枚となっている。桜の木になろうのビデオ撮影が行われた、東京薬科大学楽曲のミュージックビデオは、これだ広和が監督を務めている。シングル曲のビデオとしては、ポニーテールとシュシュのグアムロケ撮影以来となる屋外ロケが行われた。 ドラマ部分に出演している5名は創生した友達の元同級生で現在20歳。小島は二郎中の受験生、高橋は大学生、板野と前田は社会人、大島は2歳半の娘を持つ主婦という設定。矢島健一が松井の父親役、中村久美が母親役として出演している。なおメガボルトは 付属 DVD に収録されたものとは別に複数のバージョンが存在する。CD 付属の DVD に収録されている完全バージョンは前編ドラマで構成され、歌は BGM となっているため歌唱シーンが一切ない。その他のバージョンでは歌唱シーンがあっても全員着座しており、表題曲のメガボルトにおいては、 桜の花びらたち2008のメガボルト以来3年ぶりに全く歌唱シーンの振り付けがない。ドラマのうち大学のシーンは東京薬科大学で撮影され、同校の学生もエキストラ出演にした。巨大な桜の木のシーンは茨城県日立大田市内にある随流小学校の随桜の前で撮影された。小学校は2012年3月に廃校となり、 その後、随桜の至近距離に特別支援学校の振興者が建設されてしまった。随桜の伐採は免れたものの、残念ながら景観が大幅に変わってしまい、ミュージックビデオのような美しい景色を目にすることはできない。五人が松井の墓参りをする寺院や大島が娘を遊ばせる公園などは、神奈川県藤沢市内、五人が乗車するバスは、 鎌倉市の国道134号、七里ヶ浜海岸付近を走行する江ノ電バス、板野の勤務先のレストランは、東京都港区のバーク、芝浦内のレストラン、オーシャンディッシュ9音で、それぞれ撮影された。余談だが、松井が、母親とこの曲のメガボルトを見た際、母親は、ジュリナが死んじゃったって思うとさ、と言って号泣したという。 初回限定版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。初回限定版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。ありがとうございます。